こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。OK。僕の名前はアレックス・チューです。僕の名前はアレックス・チューです。僕はね、アメリカで生まれたの中国人。そして、僕は、この、不老不死の指輪の発明者です。不老不死の指輪、そうです。この指輪を入ったら、ね、夜寝るとき、この指輪をつけたら、この両手に入ったら、人が老いない、老化しない、そうそう、老化を防ぐ、老化しないんです。本当です。ね、僕はね、証拠いっぱいを集めた。僕のウェブサイト行けばね、僕のリンクをクリックして、ウェブサイト行けば、いっぱいなんか証拠を集めたよ。なぜかというと、アメリカはね、日本でなんか楽天、日本の人はね、楽天で、よく楽天で物を買うやん。でもアメリカ一番有名の、ウェブサイトは、アマゾンとイベイね。僕のなんか、僕のアマゾン、ウェブサイト、僕のアマゾンウェブサイト行けばね、なんか、僕のリンクを買った人の、評論、ね、評論を読んで、わあ、なんか、好評発売中ですよ。好評発売中で、80%、90% の人は、この品物良かった、品物良かった、本当に健康になった、体の具合良くなったって、本当です。ね、これは磁石、僕のリングはね、実は構造はすごく簡単ですよ。プラスチックの磁石だけです。ね。情報は、右手の情報はノース、下はサウス。そして左手の情報はサウス、下はノース。夜寝るときだけ、両手にこの指輪を吐く。そして、これはね、循環を作るんですよ。これ、血液循環、特に血液循環悪い人にとってね、これを、なんか、余計な循環を作りますよ。この、磁石は、情報はノースから、そして下はサウス。この指でね、こういう方向の循環を作りますから、そしてここから、ここの循環は逆です。これはサウス、これはノース。こういう風にすればね、こういう風にこの指輪を履けば、この全体の循環を作りますね。全体に余計な循環を与えます。わかりますか？僕はね、いろんな日本語のビデオを見てね、そして、どうやって人間が、老化を防ぐか、老化を防止できますかっていう、ビデオを見たらね、みんなね、なんかテロメア、これテロメア短くなるから、テロメア短くなるから、寿命も短くなってしまう。テロメア短くなるから、短くなるから、実際分裂も止まってしまう。違うよ、違う。逆です。すいません、逆です。全然違う。僕の理論は正確だ。あいつらが、バカだ。あいつら言ってることは全然違う。テロメアと関係ないです。テロメアね、テロメア短くなる原因は、ね、人間が老化するからテロメア短くなる。ね、例えば、ね、人間が年取ったら、身長も縮まるんや。身長も、ね、なんか、だんだん、短くなるんや。例えば、40歳の時、僕は175メートル、175メートル。でも、20年経ったら、60歳の時、あ、なんか10メートル失った。なぜ短くなる？なぜ身長は短くなる？なぜかというと、人体がね、老化して、なんでも短くなるよ。ね、なんでもね、縮まるね。身長も縮まる。テロメアも縮まる。ね。テロメアも短くなる。これは当然なんで、これ当たり前じゃないか。
テロメアのせいじゃないんですよね。今のアメリカの科学者、日本の科学者、世界各地の科学者はテロメアのせいだ。テロメアなんか短く、短くなるから、ね、人間が老化する。これ全然違う。逆です。僕はね、この、不老不死、不老長寿の薬をもう発明した。僕のリンゴをね、夜寝るとき、僕のリンゴを履けばね、もう老いない。ね、人はもう老化はしません。信じますか？僕のウェブサイトを行ってください。僕のウェブサイトを見て、ね、僕の理論を勉強して、ね、僕の理論は正解なんだよ。僕の理論は正確だ。あいつらが、人は老える原因はね、毎日な、寝るときも、座るときも、ね、歩くとき、ね、運動するとき、この、なんちゅうかな、傷つけるんだよね。少しずつの傷をつける。例えば、朝起きたらね、歯を磨くとき、歯を磨くときね、唇に小さい傷をつけるんや。例えば、歯の元に傷をつけるんや。ね、痛くはないけど、そんなに痛くないけど、でも、ね、たまにね、たまに、傷つけるやん。そしてたまには血も出てしまうやん。毎日こうすれば、毎日歯を磨くと、ね、損害が多くなる。損害が、ここの損害が重ねてしまう。損害がだんだん大きくなる。ね。損害が大きくなったら、血液循環も影響する。ね。血液循環、そして血。ね、私たち中国人がこの人間の血が動いてるっていう、血が運作するっていう説論もある。この血液循環も害する。血の循環も害する。ね。毎日歯を磨くと、ね、わかりますか？この傷つけるから、例えば運動するとき、ね。柔道、空手、剣道とか、運動するとき、傷つけるんや。ね。そして、長い間ね、毎日オフィスに働いて、毎日、ずっとこういう、同じなんか仕草、ずっとこの同じよ、ポーズ、ね。ずっとここに座って、この、な、ストレスを、腰にストレスを与えるんや。ストレスを腰に与えたら、傷をつける。腰に傷をつける。ね。毎日ね、自分の体に傷をつけて、少しずつ傷をつけて、傷つけたら、ね、ストレスをもたらす。もう一度、ストレスをもたらしたら、ね、血液循環と血の循環、なんでも悪い影響をもたらす。ね。そして、だんだん体がね、老いていく。ね。と体が老化します。僕の発明はね、このリンゴを入ったらね、このリンゴ入ったら、僕さっき言ったんですけど、リンゴ、この、ね、情報、この指の情報はノース、下はサウス。この情報はサウス、下はノース。そして余計な循環を作り出した。余計な循環を作り出した。ね。これ余計な循環を、磁石の循環を作り出したら、血液循環も良くなる。血の循環も良くなる。ね。そして、損害がね、例えば毎日傷つけて損害が重ねていくんや。損害がだんだん大きくなる。上のリンゴをつけたら、上のリンゴを使ったら、何ちゅうかな、夜寝るとき、ヒーリングはスタートやん。ヒーリングは始まるやん。ヒーリング、例えば、今日、傷つけて、毎日少しずつの傷をつけて、そして今日、80% の損害をもらった。80% の損害を受けた。でも、リンゴを使わないと、ね、この 80% の損害をもらったけど、ね、夜寝るとき、ね、
このヒーリングはね、ヒーリングは体を修復するのためです。ヒーリングは体を修復するため、80% の損壊をもらったら、ね、ヒーリングはね、多分、完璧に修復できないけど、多分 75% の、損壊を修復する。そして 80% の損壊をもらったら、70% の損壊を修復する。じゃあ、5% を失った。5% の健康を失った。ね。毎日こういうふうにつけ続けば、ね。人が、だんだん老化する。でも、俺のリングを、上のリングを使ったら、80% の損壊をもらったら、80% を修復できます。完璧に修復できます。っていう意味は、このヒーリングが増加すれば、この損壊も完璧に修復できます。わかりますか？だから人は老いない。だから人は老化はしません。上のリングを使ったら老化はしません。なぜかというと、今日、受けたの損壊を、ね、今晩に、ヒーリングで、上のリングを使ったらヒーリングで、100% 修復できます。今日もらった損壊を全部修復する。修復し、全部ヒーリングをね、修復してしまう。あったか？だから俺のリングはね、だから俺のリングは老化を停止する。俺のリングは、俺のウェブサイト行ってくださいよ。ね。この送料も含まれて、日本までの送料も含まれて、俺のリンゴさ、アマゾンで買ったら$40ぐらいですね。俺のウェブサイトを買えば、俺のウェブサイトで買えば、日本までの、送料も含まれて、$45ぐらいです。だから、俺のウェブサイト行ってください。ね。この、風呂病死の薬を買ってください。はい。今日は、ここまでです。はい。よろしくお願いします。俺のビデオ好きなら、この好き、押してください。ね、登録してください。はい。どうも。